SNK 株式会社 SNKSNK は日本の大阪府水田市に本社を置くコンピュータゲームメーカーである。2001年に倒産した同盟の SNK 旧社の知的財産権を取得したいわば同社の後継会社であり、ザ・キング・オブ・ファイターズ、イカ・コフなどのシリーズの対戦型格闘ゲームなどを制作、販売している。 2016年12月1日に株式会社 SNK プレーモアから現社名へ称号を変更した。コーポレートメッセージはザ・フューチャー・イスナウ。n 2 0 0 1年平成13年8月1日株式会社プレーモアとして設立。元は旧、s n k の系列会社だった。当初は半券管理業務を行うホーム関係専門の企業であり旧 SNK を全身会社とするのは誤りである。同年10月30日の旧 SNK 破産時の入札で同社の知的財産権を落札した。2003年平成15年7月旧 SNK 社の創業者である川崎栄吉の許可を得て株式会社 SNK プレイモアに称号を変更した。2005年に川崎が SNK プレイモアの代表取締役会長に就任。設立から約5年間はゲーム関連の開発、販売等を日本や韓国のメーカーに外注していた。同じグループ会社だったブレッツァソフト、サン・アミューズメント、ノイズファクトリーの3社が主にゲーム開発や販売を担っており、一部のゲームでは森田将棋の開発で知られるユキエンタープライズが開発を担っていた。 なお、ブレッツァソフトは、後にサンアミューズメントに吸収合併。サンアミューズメントは、SNK ネオジオになった後、SNK プレイモアに吸収合併された。ノイズファクトリーは後に、SNK グループから脱退している。一時期開発に関わっていた、イオリスとメガエンタープライズは、金銭面でのスポンサーと言える。なお、イオリスがスポンサーだったのは2002年度末までで、メガエンタープライズは、 2017年現在も SNK と提携しているらしく、韓国向けの SNK 製品は、メガエンタープライズが設立した SNK 韓国、SNK コリアが販売、サポートを行っていると推測れる。2009年現在、SNK 韓国は、グループ会社である SNK 香港のソウル支社となっている。旧 SNK から引き継いだ業務、民生向け共通プラットフォーム。 ネオジオは、すでに開発から10年以上を経ており、いわゆる、枯れた技術となった、基本構造は解析され尽くしていた。海賊版対策やエミュレータ技術者との競争の前に、様々な問題が噴出したため、2004年、平成16年、社名変更直後の SNK プレイモアは、ネオジオシステムの終了を宣言する。SNK プレイモアは、 ネオジオに代わる業務向けプラットフォームとして一度は、サミーはセガ、後のセガゲームス並びに、後のセガインタラクティブのドリームキャストをもとに開発したアトミスエイブを採用する。その後、サンアミューズメント改め、SNK ネオジオを吸収合併したことで、ようやく単独での販売、開発へとこぎつけた。しかし、その直後にセガとサミーは経営統合し、 セガサミーホールディングスが誕生する。サミーはパチンコ機事業に専念することになり、同社の業務、家庭用ゲーム事業はセガに一本化される。この頃のセガ業務用、ゲーム基盤はアーキテクチャがほぼ同一のナオミが前世で、アタミスウェイブ事業は縮小していたこともあり、2006年、平成18年、メタルスラック6を最後に、SNK プレイモアは、 アタミスウェイブプラットフォームでの開発を取りやめた。以後のゲームは旧 s n k 創設時代から関係の深かった対等の Windows ベースプラットフォームタイプ X2 で開発、販売されることになった。2000年代にゲームの自社開発を再開した SNK プレイモアは業務用向けでは格闘ゲーム中心のスタンスは旧 s n k と変わらないものの コンシューマー向けに関しては、シミュレーションや RPG など、様々なジャンルの多様化を目指していた。市場の流れに合わせてか、萌えを意識したゲームも開発された。ゲームアプリの開発、サイトの運営をはじめとした携帯向けコンテンツの事業にも参した。しかし各携帯電話会社による配信の制限に関する事情などが異なっているため、すべての機種の携帯電話で、 同じサービスを提供することは困難となっていた。実際に各会社のインターネットサービス、i モードやイスウェブなどに対応したバージョンによっては、1年以上も更新が行われていないこともあった。2004年にパチスロ事業に参入。第1弾となるメタルスラッグから始まり、古風4号基板はゲームセンター専用機でホールに設置されたのは5号基板や、 画廊伝説など、同社のゲームタイトルをモチーフとしたものに加えて、完全オリジナルの機士もリリースしている。パチスロ機を精力的にリリースする一方で、2010年代に入るとゲームをあまり出さなくなり、ザ・キング・オブ・ファイターズやメタル・スラックといった看板タイトルも、パチスロか、スマホアプリでしか出なくなった。新参の中堅メーカーとして、ゲームメーカーとしての出自を活かして、 他社 IP ではなく、完全自社 IP をモチーフとしたダイヤ、シスタークエストなどの燃えスローを積極的にリリースしていたが、古参の大手メーカーに対して、ホールの導入率で苦戦していた。2013年には、遊戯人口が1000万人を割って全盛期の1、3となるなど、パチンコパチスロ業界自体の縮小、規制強化など、今後の先行きの不明瞭さや、2015年8月に、 同社を買収した中国のゲーム会社の意向もあり、2015年10月のビーストバスターズをもってパチスロ事業から撤退したと同時にパチスロの製造拠点であった三木工場、兵庫県三木市、パチスロの営業拠点であった東京営業所と大阪営業所をそれぞれ閉鎖し、2016年3月には2008年4月以来加盟していた日本電動式遊戯企業、 共同組合を大会したパチスロ事業の撤退と同時にパチスロ事業の主力オリジナルコンテンツであるシスタークエストの IP をパチスロ専業企業のハイライツに売却し実際に当社の筐体を流用する形でハイライツから続編をリリースされたハイライツへの知的財産権売却に伴いスマートフォン用ソーシャルゲームの 大進撃 RPG シスタークエストのサースが終了した。同じパチスロオリジナル半件のスカイラブの知的財産券は撤退後も SNK に残っているようで、主人公のラブハートがザ・キング・オブ・ファイターズフォーィンに参戦している。ただし、パチスロのアフターサポートは継続される。2000年代後半には、Wii のバーチャルコンソールや PS3、PSP のネオジオステーションなど、 他社のゲーム機向けに旧ネオジオ時代のゲームの配信を始めたほか、2012年にベートンモ社が発売した携帯型ネオジオ互換機、ネオゲオ X にライセンスを提供した。なお、当該ライセンス契約先は2011年にも無許諾商品を販売したとして他社に訴えられている。海外では MVS ネオジオ時代から中国、 韓国を中心とするアジア地域で強みを持ち、日本ではパチスロ事業がほぼ本業となっていた2010年代でも、アジア地域では未だにアーケードでの人気が高い。特に中国では拳港と呼ばれるザ・キング・オブ・ファイターズシリーズは絶大な人気を持ち、e スポーツの大会なども盛んである。旧 SNK 東産を日本中にあったレンタル MVS 基盤が稼働中の ソフトと共に回収されて中国に流れ2000年代中盤には中国全土に MVS ネオジオが普及してしまった状況と中国の地方都市の小規模なゲームセンターでは大量に流通していて安価でしかも小規模ロケーションに適した MVS ネオジオ時代の旧作が長期にわたって稼働されているという事情から2010年代中盤に至っても旧 SNK 前世紀の COF97 や COF98 の人気が特に高く、プロゲーマーのなど中国の地方都市のプレイヤーがエボ、ベーラスベガスで開かれる格ゲーの世界大会で勝ちするのも珍しくない。SNK プレイモアより正規ライセンスを受けて中国のオンラインゲーム会社37ゲームズが2015年にリリースした。 コブシコ九 97OL は中国のアップストアやテンセント九九プラットフォームでトップを独創するなどスマホ時代でもその人気は衰えていない。ガロー伝説シリーズやメタルスラックシリーズなども人気で現地で PC 版や携帯アプリ版もリリースされている。二千十五年八月、川崎会長夫妻が所有する SNK プレイモア株を中国のゲーム会社 上海37ゲームズが取得したことが発表。川崎会長が持つ旧 SNK 及び SNK プレイモアのすべてのライセンス IP も同社へ一貫される。37ゲームズ参加となった2015年9月、ザ・キング・オブ・ファイターズ13以来5年ぶりとなる、今週末帰作にして、コフシリーズの新作、ザ・キング・オブ・ファイターズ14の制作が発表された。 ゲーム方面の IP を活かしたい37ゲームズの方針もあり、同年11月にパチスロ事業からの撤退を発表した。久しぶりの今週までの自社開発となる COF14 の開発に際して、SNK の元開発者を呼び戻したり、スマホゲーム開発で実績のある37ゲームズとの技術提携を強化したり、休眠会社であった。 SNK エンタテインメントを復活させ受託開発に参入するなど、買収後はゲーム開発体制を強化しつつある。2016年4月、ゲームメーカーとしての原点に立ち返るため、コーポレートロゴを旧 SNK 時代と同じに戻し、コーポレートメッセージも MVS、ネオジオ時代と同じ、ザ・フューチャー・イス・ナウに戻すことを発表した。 2016年12月1日より株式会社 SNK へ称号変更。2017年5月26日、株主総会において SNK エンタテインメントと株式会社ネオジオとの合併を承認決議。存続会社は SNK エンタテインメントで、効力発生日は2017年7月1日。 SNK では2018年を40周年記念イヤーとして様々な記念企画の実施を発表しているが、ここで言う40周年は旧社が株式会社新日本企画として設立された1978年を起点としている。旧、SNK 破産の際に行われた入札では、一自動車を子会社化していたパチスロメーカーのある絶言。現 ユニバーサルエンターテインメント以下この項目での名称は旧、アルゼも参加していた旧、s n k が所有していた知的財産権を落札したのはプレイモアだった。しかし、この入札以降も旧アルゼはアルゼン王国シリーズ等において許可なく旧、s n k のキャラクターを登場させたり、また、同社の商標を用いたりなどの権利侵害行為を 続けたことから、SNK プレイモアは2002年2月28日から4月9日までに3回、さらに8月と10月にも1件ずつ、警護権の訴訟を起こした。この5件には、旧 SNK 時代の2001年にサムライスピリッツ及びクイジーレーサーの著作権使用料を踏み倒されたことも含まれる。この5つの訴訟を、 その請求額から62プラス70億裁判とも呼ばれている。この訴訟などの権威を双方の視点から述べたアルゼ王国の闇巨大アミューズメント業界の裏側 ISBN4 から846304981のシリーズ6歳者発行がある。なお2004年1月15日の中間判決は SNK プレイモアの5件すべての主張を認めた。 この事件については2007年1月末に4億円で和解が成立したものの旧 SNK 開発発売のメタルスラックを原作とした SNK プレーモアとしてのパチスロ第1号機メタルスラックの発売にイミングを合わせた製造販売差し止め申し立てや SNK プレーモアに対する知的財産権の偽計競争入札妨害訴訟など この2社の圧力は2010年以降も続いている。この2件については、SNK プレイモア少佐の一審判決が出された。一方で、SNK プレイモアも、前述のアルゼ王国の闇を大量に、買い取り、パチスロ販売店などに配布していた可能性があるとして、名誉毀損の疑いで、家宅捜索を受けた。ほとんどが、主に旧、SNK と提携し、 ネオジオによく関わっていたメーカーである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。